オリバー・エドワード・コルベントソンは、アメリカ出身のバイオリン奏者、シカゴの出身、ノルウェー出身の父親から、バイオリンの早期教育を受け、レオン・ザメティーニの門下となった。16歳の時に、アメリカ国内のコンクールで入賞して、記事シカゴでデビューし、シカゴ大学に進学して学士号を取得した。その後アメリカ空軍のオーケストラに3年間在籍し、26歳で、 メトロポリタン歌劇場の副コンサートマスターに就任するまでに、チェロ教師のディラン・アレクサニアンに弦楽基礎法の極意を学んだ。1958年にニュルンベルクに移住して、ニュルンベルク音楽院で教鞭を取るようになり、1962年には同音楽院の弦楽科の主任教授となった。ニュルンベルクにて死去。オリバー・コルバンゼン。 2017年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月22日閲覧。バイオグラフィー。2017年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月22日閲覧。オリバー・コルベントソン・ディスコグス・ハット。オリバー・コル・バンゼン・ミュージック・レコーディングス。2017年11月22日時点の オリジナルよりアーカイブ。2017年11月22日閲覧。ありがとうございます。